旅立ちの日に、は、1991年に、埼玉県の秩父市立影森中学校の教員によって作られた合唱曲である。作詞は、当時の校長であった小島登。作曲は、音楽教諭の坂本博美による。編曲は、松井隆夫か、複数の作曲家によるものがある。近年では卒業ソングの定番として認知され、原曲の編路町調の他に、 派長長などの様々な長で歌われている。また、混性三部版混性四部版女性三部版同性二部版と複数のアレンジが存在する。秩父市立影森中学校の校長だった小島は、当時、荒れていた学校を強制するため、歌声の響く学校にすることを目指し、合唱の機会を増やした。最初こそ生徒は抵抗したが、 音楽家教諭の坂本と共に粘り強く努力を続けた結果、歌う楽しさによって学校は明るくなった。歌声の響く学校を目指して3年目の1991年2月下旬、坂本は歌声の響く学校の集大成として、卒業する生徒たちのために何か記念になる世界に一つしかないものを残したい。との思いから作詞を小島に依頼した。その時は、 私には、そんなセンスはないからと断られたが、翌日、坂本のデスクに書き上げられた詩が置かれていた。その詩を見た坂本は、なんて素敵な言葉が散りばめられているんだと感激した、と、ラジオ番組への手紙で当時を振り返っている。その後、授業の空き時間に早速一人音楽室にこもり、楽曲制作に取り組むと、戦慄が湧き出るように思い浮かび、 実際の楽曲制作に用した時間は15分程度だったという。出来上がった曲は3年生を送る会で教職員たちから卒業生に向けてサプライズとして歌われた。この年度をもって小島は41年に及ぶ教師生活の定年を迎えて退職したため小島が披露したのはこれが最初で最後となった。もともとはこの一度きりのため作られたはずであったが その翌年からは生徒たちが歌うようになった。作詞者の小島は2011年1月20日に80歳で死去したが、同年11月14日に旅立ちの日にが誕生から20年の節目となることを踏まえ、作曲者の坂本と共に埼玉県より綾の国特別功労賞が贈呈された。できてからしばらくは掛森中学校だけで歌われた。 合唱曲であったが次第に周りの小中学校でも歌われるようになった。当時東京都の中学校で音楽教諭を務めていた作曲家の松井隆夫はこの曲を知ると混声三部合唱への編曲を行った。これが雑誌教育音楽に取り上げられたことで1998年頃までに全国の学校で歌われるようになった。さらには 2004年3月に情報ライブ e g t v で取り上げられたことや2007年にスマップが出演する NTT 東日本の CM ソングに起用されたのをきっかけに小中高校の卒業式で定番のように歌われていた青げば唐都市やすだちの歌、送る言葉などを抜き全国で最も広く歌われる卒業式の歌となった レッドベルーンのシングル収録曲旅立ちの日に、フライ旅立ちの日に桜学院のシングル初回版、通常版の2種類が発売された。両版とも CD の収録曲は同じであるが、初回版にはミュージックビデオを収めた DVD が付く。通常版、初回版共通旅立ちの日に、旅立ちの日に J ミックス。プラネットエピソード008旅立ちの日に、旅立ちの日に J ミックス。 プラネットエピソード008初回版 DVD 旅立ちの日に、旅立ちの日に J. ミックス西武鉄道が2016年11月27日、七父市野坂町の西武秩父駅の発車メロディをこの曲に変更した。この日は、作曲や編曲を担当した関係者たちが出席して、記念セレモニーも行われ、発車メロディの変更を祝った。発車メロディは5秒間。 2,3番ホームでは、サビの最後のメロディが、1番ホームでは、リードのメロディが流れる。西部秩父駅は、西部鉄道としては、影森中学校に一番近い駅である。なお、影森中学校の最寄り駅は、秩父鉄道影森駅である。ありがとうございます。